じゃあ今日もやっていきましょうか。おそらく今日、なんだろう。カトリワールドのオープンじゃないかなという感じなんだけど。いや、まだオープンまでちょっと時間かかるか。はい。いや、うんね、とても忙しいところではあると思うんだけど、他に頼みたいことがあって。おお、何？申し訳ない。息子のことなんだ。お、息子さん。彼の部屋を作っているところなんだけど、家具はすでにライアンに依頼したから、君に机を作ってほしいんだ。机？アロは成長が早い年頃だから、高さが固定された机は合わないと思う。それで、ドクターファンに相談したら、高さを調整できる机を提案してもらったんだ。なるほど。ライアンからはそういう机は作れないから、ビルダーに頼むよう言われて、君を思い出したんだ。まあ学校の机みたいなもんか。合間を縫って手伝ってくれない？アロが来る前に完璧な状態にしておきたい。おお、もちろんいいよって。ありがとう。これが作業台で使える可動式机のレシピだよ。ドクターファンが作ってくれたんだ。アロは前に君が作ってくれた模型をすごく気に入っていたの。君がこの机を作ってくれたと知ったらきっと喜ぶよ。期待してるよ。おお、昇降です。電動かな？電動だと一番いいよね。まあ、難なく作れるわ。ノーマルのベアリングでいいの。アカシアの木材もうそろそろ作らんとな。アルミニウム合金が先にできんとあかんか。アルミニウムの板何作ってんだ？オーガニックセラミックシートは別にいいや。アカシアの木材を追加しておこうか。そんなに期間は変わらんかったな、今。さあ、最近この木、修復マシンも使ってないな。まあ、あんま必要ないんだけどね、もう。あまりこれも追加しなくて良くなったからな。本当に次の日、雨になってる。お、いいね、雨。雨降るようになるんだ。で、一応餌を与えて、追加で増えてるね。まあ、カトリさんと話すイベントが起きたのと、ツールドラックが、完成したんだ。ん？花火？なんだ、花火。あ、カトリワールドに納品するの。じゃあ、555。まあ、これは加算されないからな。チチタンアルミ合金は、2つを受けて、まあ、好感度がありそうなダンビさんの依頼をもう一つ受けようか。まあ、もう持ってるからな。花火は。で、なんだい？ニアより、ニアからなんだ？新しい森で会おう。木が立派に成長してる。ああ。だから、あの水、次の日雨なんだ。新しい森がね、成長してるっていうことはいいことだ。ついでに、ヤクメルステーションを2つ作っておこう。何が、聖堂の棒が足りんだね。聖堂の棒はこっちで作れないのか。いやー、ほとんどそっちか。鉄板か。アルミニウム合金はとりあえずやめておこうかな。で、聖堂の棒を大量生産しよう。16作っておけばいいか。で、これ先にしようか。どうせすぐ完成するよ。じゃあ、なんだ。バグってんの。空にあるぞ。
とりあえず、カトリさんと話すのは、あ、カトリさんはそっち？今日もあの、その、イベントの方に行ってるんかなと思ったんだけど。違うな。あ、ああ、なるほど、なるほど。ん？いや。あれ？診療所？イメージしてたのとなんかちょっと違うな。裏であるのか？裏？いや、中。ファング先生がなんかなってんの？患者医か。うん。医者なんだから話すのもっと仕事だよね。あの鳥はどこ？カササギと話すのも嫌だけど、これも、これはひどい。サインか。何のサイン？また？症状はどのくらい続けるのか？はあ、そんな簡単な話じゃない。娘がまだ病気なんだ。咳は収まったけど、次は熱が出た。前にくれた薬を飲ませていいか？それとも新しいのが必要？熱が下がったら。いろいろ言ってるね。ゆっくり、ゆっくり話してくれ。無理だ先生。心がチクチクする。針の話じゃないよ。娘の話をしてる。どうしたの？先生。君の友達は？ああ。よかった。やっと言葉を話せる人が来た。手伝って。ああ、手伝うのか。娘のために薬を買いに行ったんだ。サンドロックの怪しいけど、力がありそうな仙人みたいな医者なら、娘を持病を治してくれるかもしれないと聞いてね。実際のところ、あの子の調子はだいぶ良くなった。おう。でも最近、娘の体調が急変してしまって、途方に暮れている。ドクター・ファンはいい医者だけど、言葉は話せないな。確かにね。処方箋を読むのを手伝うだけで字が汚くて読めないんだよ。ミミズが乗ったうち回ったみたいな字だよ。まあ翻訳する。読めるけな。ペアでワン、フォー。よし、友達か。友達なら互いの手書きの文字ぐらいわかるだろ。そう。だからとっとと何が書いてあるか教えておくれ。3なんだって ?1 日3回 ?1 回で3じゃ。みんな3人で出て行ってほしいのか、人でいいからはっきり言ってくれやす。Symptoms. Again. 3の症状また運勢見て。よし、説教してる。もうしない。ここに連れてきた時の天気のせいだったと思う。今は熱がある。あの子はめまいがするとも言ってた。ただ、無意味に薬を飲ませることはしたくない。さあ、どうすればいいんだ？先生。はあ、3。ちょっと翻訳機かけてわかるかな、これ。正直、ちょっと不安だけど。アプリを起動。1日あたり咳のため1回、発熱のため2回、めまいがある場合は3回。次の症状ごとに1つずつ接種してください。咳、めまい、発熱。熱がある。熱がある場合は、熱があるためは2回。めまいがある場合は3回。2回？1日2錠。1日3回？1
1日2錠、1日3回ってことか？本当に？あの子の命がかかってるんだ。Yes。よかった。ありがとう、先生。友達もよ、すごく助かって、少なくとも鳥よりはマシだった。急いで戻ろう。ありがとう。ぶつかってたぞ。ありがとう。早く喋れないって難しいところあるね。ハニー、ごめんね。遅くなって。家じゃない。家？どうした？猫に舌を抜かれたのか。使うな、その声。やつの声。ごめんよ。おっとおっと。なんだ？カラスというよりかオウムに近いの。二度とその声は使わないでくれ。いつまでもそばにいることはできないよ。おお。こんなに声分けてやったっけ。母さんの声。いつまでもそばにいることはできないよ。何か言いなさい。私には無理だ。大丈夫、辛いのは分かると。話すのは苦手だ。X が話す。今日は大変だった。X がいなかった。友達、いつまでもそばにいることはできない。坊や、私、患者が怒って、これではダメだ。考えさせてくれ。もう喋れるようになるのか？裏に回ってった。かぁ。少しそっとしておいてあげるべきだ。まだ、また近いうちに来よう。おう、ま、近いうちに。じゃあ来るか。ちょっとファン、ん？なんだこれ。風邪薬この前のやつか。瓶ちょっと買っておこうかな。30個ぐらい。あ、ファンスペシャルって買えるんだ。あ、じゃあ、香取さんにプレゼントしていけばいいのかな。てか、アイコン出ないんだっけ。森も見に行かないといけないしね、やることいっぱいある。で、ここからだったら、これに乗っていけば早いもんね。ゴゴルが行けるか。と、こっちだっけ？旅をスキップ。ゴゴルは安いよ。もうご利用して降りていこう。よし。ここにまた香取さんいる？あ、そういうことか。あの、イベントに行ってるわけね。いや、会えない可能性も十分にあるな、香取さん。参加者が出ないとりあえずはまだちょっとできない感じか。香取さんにプレゼントとか、とりあえず夜にならないかな。じゃあその前にあの森の変化をちょっと見に行かないと。やめるる、森までちょっと行くぞ。森は、こっちだっけ。違う方向向かってた。イベントとしてはあと2時間ぐらいだけど、とりあえず参加しておかないと、こっちには。お、本当に美しいでしょ？おう。見えないロボットがいるわ。前は砂漠だったなんて信じられない。こだわりと、意志が必要だったけどね。そしてもちろん努力も。何もない状態から森を作った。未来は明るいんだって希望を感じられる。だから農学が大好きなんだ。
生命を生み出せるからね。おう、君と共有できてよかった。Me too. 私も長かったけど、また一緒になれたね。But now, this is my life. これが私の新しい人生。サンドロックに残るよ。あんたが一緒ならね。But enough sappy stuff. でも、変なことはもう十分。It's been exciting being here too. ここはとても、And I'm learning so much from Zeke. イントネーションが悪いな。ここはとてもワクワクするよ。ザッカーさんからたくさんのことを学んでるんだ。この森は私たちの森という感じがする。私たちの象徴、私たちの未来がここにあるんだ。あら、こんにちは。聖火を褒めに来たな。おお、みんなが来たね。もうお父さんは泣いてしまうんじゃない。わかった。考えることは同じみたいだね。邪魔できない、邪魔でないといいのじゃ。全然、ちょうどザッカーさんに話しての話をしていたところなんだ。悪いことじゃないといいのじゃが。違うよ。実はすごい人なんだって話してたんだよ。そしてこのコミュニティもザッカーさんからはたくさんのことを学べているんだ。息子よ、いつも言っていただろう。お前さんは人の心を動かす力がある。自らの行動でな。行動で示すだけでいいのだ。そうかもしれないな。ありがとう、お父さん。モート、どう思う？これは素晴らしい。このポプラ。以前、砂嵐がむごかった時代に、マートルが植えたものと同じだ。母さんは正しかったのじゃ。その時は土壌に問題があるとは気づいてなかった。これで砂嵐に対抗できるね。緑の壁だ。阻止してやる。まあ、実際次の日雨降るしね。砂嵐が減少すれば、サンドロックで植物も育てられるようになるのか。その予定じゃな。木はどうする？わしらの木に望みはあるのか。え？わしらの木？どれ？サンドロックさんによるやつは、母さんと父さんが昔よくそこに行ってた。結婚式もそこにあげたんだ。母の木のことか。ああ、ここが干ばつし始めたから最後に枯れた木じゃ。でもやはり母さんが行ってからは長く持たなかったのじゃ。どういう姿になってしまったかは把握している。確認しに行ってたのはそんなに前ではないよね。どうだった？ああ、ルオー教授と話したんじゃが。任せて。え？ルオー教授は時間がないと、やっても生き返る保証はないぞ。時間ならあるよ、母の木。あ、ザッカーのお父さんの木を生き返らせるなら何だってするよ。温室の作業に支障が出ないなら反応はできないな。ああ、実現すればそんなに嬉しいことはない。だが、わしらが初めてここに来た時に、すでに老木だった。生命力が残っていると考えるなら馬鹿らしいのかもな。とまり、老人を元気づけようとしてくれたことに感謝するの。とことんやってみるよ、モートさん。その間、森林再生に倍の努力をしよう。木を倍に増やせるよ。その通り、実は同じことを提案しようとしてたの。おお、なんだ？だから言ったでしょ、考えることは同じだってね。それじゃあ、緑化運動の第二フェーズだね。みんなこれまで通り頑張って、最後の追い込みを。おお、植えるのか。まあちょっと時間ないけど、できるとこまでやっちゃおうか。メリダイのイベントは、で、こうして、ここまでちゃんと植えられるか。お、マートルの夢っていうのが実績解除されたね。あと10個だから端っこまで植えられるわ。
よっけよっけ。ずいぶん景色変わったね、ここも。で、A と B で。で、栽培キットレベル3、上級作業台が、中級作業台と違うのか。ちょっと家に帰ってちょっと調査してみる必要があるな、その。どんだけすごいやつなのか。とりあえず今日は、まず香取さんをイベントから取り出さんとあかんな、今日の目標は。最終的に2位だったな。残念。まあそんなに、アイテム欲しいわけじゃないからな。さあ、もうみんな戻っちゃったのか。さあ、香取さん探して、ぜひともな、香取さんに話しかけていかないと。みんなもう町の方に行ってるわ。とりあえず、机だね、昇降デスク。いやー、自分も昇降デスク作れるんだったら作りたいな。いい感じの金額でね。もう結構高いからな、電動って。よし、どこか香取さんがいるの。あ、こん中ね。ブルームーン酒場にいるのか。たまに食堂って言い間違える時あるんだけど。あ、いたいたいた。うん。デマグラブックに必要な水を十分確保しなきゃ。あ、ウーセン、もう机ができたの。どうもありがとう。本当に才能があるんだね。ところで、アロのチケットは買ってあるんだ。明日の10時にくっつく。私たちの関係についてはすでに伝えたんだけど、理解してくれたよ。君もそれでよかったかな。あの子はとても君に憧れてるんだ。前に来た手紙で、将来どうやったらビルダーになれるか、君から学びたいって言っていたよ。おお。明日の朝、時間があれば、あの子を一緒に迎えに行かない？きっと喜ぶよ。おお。昇降ディスクっていい感じなんだけど。で、花火をプレゼントして。もう次の日は、花火を打ち上げるっていう感じかな。Thank you. シンプル、全部センキューで終わらせてくれ。じゃあ次の日がね、ちょっと完成かな。楽しみだね、いろいろと。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。